メルヘンや。なんかおすすめってありますかね。おすすめですか。一応一番人気は結構やっぱり台数とかあるんですか。なんか、ね、今じゃ走ってる。それでいろんなところで見かけるんだと思います。パン生地がやっぱちゃいますね、普通のパンと。結構なんかバナナクリームが入ってるのかなと思ったら本当にバナナが入ってて、丸々というか。皆さんこんにちは。岡山県内で有名な移動式パン屋、知っておりますか。そうですね、パンのメルヘンですね。皆さん知ってました。今回はこの岡山パンのメルヘンについてピックアップしていきたいと思います。メルヘンの本社が西大寺となってますね。で、岡山県南部中心に商圏としてるわけですけど、この他にね、福山市とか相生、阿古、香川、山口県の一部とか、給食センターにも、パンを卸しているそうです。このメルヘンなんですけど、決まった場所で移動販売というかパン屋として開いてるわけじゃなくて、その日によってやっぱりやってたりやってなかったりとかあるんで、まあ、正直僕もどこでやってるのかっていうのがわからないんですけど、まあ、メルヘン その移動式販売してる時にそのメルヘンの音楽が流れるんですよね。はい、っていうようなね、音楽が、BGM がね流れるんですけど、この曲が洋楽のそよ風と私という曲なんですよね。これを聞いたら、あ、メルヘンが来たというようなイメージは僕の中ではありますね。まあ、詳しくはね、電話とかしたらどこでやるかっていうのを教えてくれると思います。はい、というわけでメルヘン早速行ってみましょう。メルヘンや。やっぱめっちゃ見える。美味しそうだね、ほら。美味しそうだ。なんかお好きなのありました。手でお取りくっ。こんにちは。これにしよう。うまいな。これいくら？230円。あ、230円。これ200袋入れましょうか。あ、もうそんなのでいいか。なんかおすすめってありますかね。おすすめですか。一応一番人気はこちらピンクのシールの貼ったバナナと180円ですね。冷えで美味しいですね。あ、本当だ。ありがとうございます。410円ですね。はい、1000円。お預かり。冷たいうち美味しいですね。お召し上がりください。結構なんか見るんですけど、久々に買ったんですけど。ありがとうございます。結構やっぱり台数とかあるんですか。なんか、ね、今10台ぐらい走ってるんで、多分それでいろんなとこで見かけるんだと思います。分かりました。じゃあまた声かけてください。はい、すいません、ありがとうございます。メルヘンの一番人気のパンなんですけど、バナナボートなんて書いてるところ。あ、メルヘン。西大寺にあるんだね、メルヘンの。全国じゃなくて岡山県内で10台車屋が出てるみたいです。ラボードです。メルヘンなんですけど、やっぱりパン生地がやっぱちゃいますね、普通のパンと。結構弾力とかあって、結構美味しいんですけどね。しかもその弾力もなんかフランスパンみたいな、その硬いようなやつじゃなくて、ちょうどなんかいい感じの度合いなんで、はい、なんかバナナクリームが入ってるのかなと思ったら本当にバナナが入ってて、丸々というか普通のバナナが。これは美味しいわけですよ。しかも冷えてるという。
ッケージが、パッケージが袋がこういう感じでちょっとメルヘン、ブレックファーストインフランスってフランスの朝食、でもこの最大時にあるの初めて知ったね。これエビカツバーガー、エビカツバーガーです。結構冷えてます、暑いんでやっぱ冷えた方が美味しいかなと。はい、というわけで今回のスピチューブこんな形で終わりたいと思います。今回はメルヘンということで、本当になかなか買うことがなかったんですけど、たまたま、メルヘンのパン屋さんが、来ていたので買ってみました。どこでやってるかはちょっとまだわからないですけど、電話なんなりしてみたら、教えてくれると思います。それでは失礼します。スピチューブ。裏番スピチューブ始めました。普通では上げられない動画、未編集の動画を主に上げてます。ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。この動画をいいと思ったらグッドボタン、悪いと思ってもグッドボタン、チャンネル登録もよろしく。